孔酒は中国の米を原料とする醸造酒小孔酒は代表的な木酒であり、老酒は長期熟成させた木酒である。アルコール度数は14から18度。日本の酒税法では、その他の醸造酒に該当する。引用の他に、日本酒と同様に調味料としても用いる。中国全土で作られているが、主要生産地は、超高南部であり。 石膏症で全生産量の半分を作っている。石膏症で作っている代表的な木酒として昇降酒がある。味と香りは千差万別である。糖分がほとんど含まれず、葡萄糖の重量比0.2%程度のドライなものから28%もあるものまである。風味も淡白なものから黒ビールのように苦いものまである。 長期熟成させたものを老酒と呼ぶ。色の濃い木酒も老酒と呼ぶ。中国沈下押しの即墨老酒は代表的な老酒。逆に色の薄いものを聖酒と呼ぶ。中国の醸造酒には、鉱酒の他に紅酒と黒木飛ぶ銅酒があるが、鉱酒以外はあまり普及していないので、鉱酒は醸造酒の代名詞になっている。これに対して、醸造酒を蒸留してできる透明な酒を白酒という。 麹種は自家等分によって4種類のタイプに分類できる。麹種とその種母は地域によって原料と麹が異なり製法も地域や工場によって異なっている。麹に含まれるカビや酵母が地域、工場によって異なるので香りも千差万別になる。典型的なものを中心にして作り方を説明する。次のものを原料として作る。持ち米を制白して 水に浸ししておくと、乳酸発酵する。1から2週間経ったら、もち米を取り出して蒸し、原料とする。浸し水,水も、焼水と呼んで原料として用いる。乳酸が腐敗を防ぎ、酒にコシを加える。その他の原料として、蒸気の原料から作られた酒を用いる。主母は、例えば次のようにして作る。もち米をふかす。蒸したもち米を、 そこがスノコになっている桶に入れ、冷水をかけて冷ます。酒薬をまぶし、大亀の内部の底壁に塗りつける。3日ほどで澱粉が透過し、そこに甘酸っぱい液となって溜まる。麹と水を加え、時々混ぜる。これを繰り返す。そのまま発酵させて、鉱酒の主母とする。アルコール度数は低い。鉱酒は日本酒と同様に、 澱粉の糖化とアルコール発酵等を同時に行う平行副発酵によって作られる。ただし、糖化のために用いる麹の種類が異なる。犬いが酒の製法が基本となる。中国ではこのタイプの木酒が最も多く飲まれている。半缶型木酒は犬いが酒の原料を増量して濃くした酒である。半天型木酒と天型木酒は 仕込み開始時にアルコールを加えるので、みりんと同様に甘くなる。甘くなる理由は、酵母は、アルコール度数が20度付近になると糖を消費して、アルコールを生成する発酵を停止してしまい、それ以降は麹によって、澱粉の糖化だけが継続するからである。主母に、焼水と水、蒸したもち米と麹を加えて作る。10日間の一時発酵の後、小さめの亀に分け入れ、 蓋をして、屋外で3ヶ月弱の二次発酵をする。醸造直後のアルコール度数は、約16から17度。これをろかした後、80摂氏90度に加熱して殺菌し、亀に詰める。その口をレンの葉と油紙で覆い、素焼きの皿で蓋をし、蓄皮で包み、粘土で塗り固める。犬いが炊き酒と作り方は同じであるが、もち米と麦麹を1割ほど増量して作る。 醸造直後のアルコール度数は18から19度。反転型炊酒は仕込み水の代わりに犬が炊酒を使って仕込んだもの。この製法はアルコール分を増すために工夫された古くからある方法である。この製法の酒を昔は十常酒、中厚脂酒などと呼んでいた。自家糖分と液ス分が多い濃厚な酒になる。転型酒は 犬いが炊き酒のもろみに麦麹を追加し、かす焼きを加えて、もろみのまま3から4ヶ月間置いて作ったもの。アルコール度数は20度。花石老、オードに生まれた酒中国酒、その技術と歴史東宝書店、1992 ISBN、ISBN4 から497923576。ありがとうございます。